そうです、始まりました。森哲さんチャンネルです。それでは行きましょう。東大理算合格者トップの高校は、学校教材のみで合格に入学辞退者は半端ない天才列伝というですね、まあ東大に関する記事でございますね。日本で最も優秀な高校生が入学すると言われる東京大学理科三類。過去60年間で合格者トップになった回数が最も多かった高校はどこか。また、2022年初めて1位になった女子校は、教育ジャーナリストの小林哲夫さんが、理算に合格した天才たちのエピソードとともに、過去の合格高校のデータを振り返ると。うん、改訂版東大高校合格整水士っていうのもあるんですね。2022年、うん、東大理算合格者1位は王院だった。はいはいはい。同校初、そして初めての女子校でトップである。温故知新。今から60年前の1963年はどうだったのだろうか。ランキングを作ってみた。1位は日比谷。お、日比谷だったんですね。2位は灘である。東大の全体のトップは日比谷で168人。翌年の1964年には193人の合格者を出している日比谷の全盛期だったと。うん。確か理算は63年は5人だったかな、日比谷。で、63年、理算合格者92人の出身校は、公立63人、国立10人、私立19人となっている。地方の公立高校が勢いがあった時代である。なお、この時、今の理算合格者上位常連校の改正応援が登場していなかった。2022年、東大理科の合格最低点は、D1 303点、D2 287点、理算348点だった。東大入試では1点の間だけで優秀な受験生がひしめいている、うん、同じ東大でも理算との差が D1 で45点 D2 で61点だから、これは天文学的な数字のように見えるようだ。東大で他の軽いからすれば理算は別世界である。天才、秀才的な地頭もさらに半端ない努力で鍛えないと受からないと言われている。実際、駿台予備学校、河合塾の東大模試上位成績者は理算志望者で埋め尽くされる。上位60人ぐらい、そのまま理算合格者となってしまう。ほんほん。理算に日本で最も成績がいい高校生が入る。最先端研究に取り組む。医療現場で命と健康を守るという強い志を持って受験するのが大半だろうが、灘高校の元教員によれば、自分の頭の良さを証明するために理算を受けた。入学後も駿台の東大模試を受けて頭の良さを確かめる者もいたという。うん。理算は62年から募集を開始した。それ以前は理1、理2から受験して医学部へ進学。そうだったんだね。理算合格し60年からエピソードをいくつか紹介しようと。ほう。70年代半ば、宇都宮高校進学資料に理算合格者に記録が残っている。合格者のかな。1年から群を抜いた実力を発揮し、校外模試においても全国の中で常に最上位であった。1年次から毎日5時間の勉強を確保し、休み中は各教科合わせて12時間の勉強をした。87年、大学入試センターは共通一次のトップは地方の現役の女子高生で792点、800点満点中と発表した。該当者が一人いた。富山県立富山中部高校の女子生徒 Y さんである。彼女は東大理算京大医学部に合格した。あ、そうですね。当時はダブル受験ができた時代ね。共通一次っていう時代ね。02年、山形東から理算合格の計算は浪人生活が長かった。ボコとふざけた人間もいないでしょう。なんせ七浪ですから。なかなかできることじゃありません。天才たちのメッセージ、東大理算2002、あ、L 出版。あるかな、ここに。出版社からもらったやつある。04年、土佐塾高校出身の H さんは現役で理算合格したが入学を辞退。後期試験で京大理学部を受けて合格し入学。H さんは中学受験で灘愛校に受かった土佐塾へ進む。受かったが土佐塾へ進む。高校2年、3年の数学オリンピックに出場。3年で銀賞。上位4分の1を獲得する。H さんはこう話す。申し訳ないですが、記念受験というやつです。これからは存分に数学の研究をやっていくつもりです。理算に合格された人たちも頑張って医学の道を進んでください。記念受験。08年、盛岡第一から現役で2人が合格した。うち1人 E さんが語る。学校がすごく力を入れて指導してくれましたから、ほとんど学校の教材を使って勉強していました。東大合格御用達の鉄力会も ENA もない、えな、大文字で ENA って書いてある、小文字じゃないな、普通は。ない地方公立高校の理算受験生にとってこれほど勇気づけられることはない。理算女子2代、13年、豊島が丘学園女子出身の A さんが15年に準ミスユニバースに、18年岡崎高校から留学した W さんがミス日本準グランプリに選ばれた。2000年代以降、理算の女子比率は分一をしのぐようになる。ほうほうほう。そして22年、理算合格者高校1位は桜蔭高校だった。13人を数え、桜蔭初、女子校で初のトップとなる。同出身の愛さんは鉄力会で桜蔭 OG の教えを受けていた。その OG も桜蔭に在学中は鉄力会に通い、桜蔭 OG に面倒を見てもらったという。こう話す。桜蔭と鉄力会、そして理算というバトンがそうやって受け継がれているような気がするので、私もそうやって誰かの目標になれば嬉しいなと思っています。桜蔭、鉄力会、理算という黄金のトライアングルは長く続きそうである。黄金のトライアングル。うん。中学受験を含めれば
これにサピックスが加わるはずだ。うんうんうん。62年から22年までの離散合格者の出身校合格者の累計は、設置別に国立大附属13校680人、公立284校1325人、私立152校3352人、合格者累計の上位校は、灘798人、平均すると 13.1 人、に、開成396人、平均すると 6.5、筑駒362人、平均すると 5.9、ラサール329人、5.4 人か、平均すると。まあ、昔はすごかったもんね、ラサールやっぱ。桜蔭181人、過去 3.0 人だった。学校内は1年平均換算。公立高校は1、日比谷41人、富山36人、湘南34人、西33人、旭ヶ丘33人、富山は東京か、湘南は神奈川でしょ、西、東京で、旭ヶ丘、愛知か。離散合格トップとなった回数が最も多いのは、灘43回、開成7回、筑駒4回、ラサールと麻布が3回、日比谷2回、そして一つの高校から離散に多く合格者を出したのは13年の灘だった。27人を数える。灘は81年、87年にも24人が合格している。一方、地方の公立高校で普段は東大に多くの合格者を出していないが、離散合格者を出した学校がある。なんだこれ、北海道で読めないよ、これ。倶知安町、北海道64年。いや、これも読めないわ。山口県の、なんていうのこれ。熊毛南高等学校。三島、愛媛、天草と八代、熊本と大分、これなんていうの、臼杵市。だから臼杵か。大分県と鹿児島県が錦江湾か。はい。錦江湾鹿児島84年。少子化は離散に人材を送り出した学校も容赦しなかった。自治体の方針で隣接高校との再編で廃校となった離散合格校がある。千歳名所統合して、読めない地名ばっかり。振り仮名振ってほしいな。都立ロカかな、ロカ。長後神奈川県。あはは。藤沢北と統合して藤沢総合。徳島の日和佐、そうだね、日和佐。97年、海南と獅子喰。統合して海部高校か。となった。東大学部には推薦で入学できる。ただ当然その要件は厳しい。高い基礎学力、自然科学の領域において極めて高い能力、あるいは非常に優れた語学力が求められる。そのため国際科学オリンピック、数学、物理、科学、生物学など顕著な成績を上げたこと、または極めて高い英語の能力、TOEFL IBT 100点以上、あるいは IELTS 7点以上に相当する英語力、および豊富な国際経験を証明する資料を提出しなければならない。推薦入試に合格した西大和学園高校の生徒は、選考に挑む際の準備について次のように振り返った。ね、もうだからタイプが多いな。志願者は英語力をアピールするために英語で書き、私は理科系オリンピックの受賞歴がないので英語力と国際経験の方面で出願。英語力は TOEFL IBT で114点、すげえ、を取った証明書、国際経験を示す資料としてシンガポールの生活やワールドスカラーズカップでの経験をまとめました。離散には日本で最も優秀な頭脳が揃う。だがノーベル賞受賞者は出していない。それゆえしばしば記憶力抜群だが創造性に欠ける頭でっかちと冷ややかな評価がなされ、離散の選抜方法を合格者の資質、大学教育の在り方が問われる。そんな批判を跳ね返す活躍をしてほしい。まあノーベル賞で基準とするのもどうかと思うけど、まあまあまあ、はい、そういう感じで、まあ、様々な人が日本のトップに行ってるということでした。はい、皆さんはどう思いますか。ぜひコメント欄でお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 純粋にすごいと思いますけどね。